実は、8人目を妊娠しました。本当ですか？すごい。今何ヶ月ですか？今、5ヶ月。こんな感じ。ちょっと出てきたでしょ。わかりますね。はい、翼くんの。おはようございます。ハッシュドポテトと、スクランブルエッグと、あとウインナー、あとちょっとこれはもうカット野菜です。とあとバナナです。今日の朝ごはんは何分ぐらいできます？全部皿に盛るまで考えたら30分ぐらいあればいけるんじゃないかな。揚げるだけ、焼くだけ、盛り付けるだけだよ。あ、超楽ちん。なるほど。時間ないしね。もう簡単にできるものを。なるほど。どうかな。最初はウインナー炒めるんですか。あと2本かな。何本くらい目安にしてる？一人2本。朝はやっぱり、ね、一日の始まりだからしっかり食べないとと思って、まあいろいろ出すんだけど、はい、食べてくれないことは結構多いんだけどね。あ、でもちょっとでも食べてくれたらいいかなって。よし、オッケー。みんなとりあえず。次はね、次はスクランブルエッグを作ります。すごい。卵はいくつ使うんですか？卵は人数分だから6、6、7、8個か。1、2、3、4、5、6、7、8個。そうだからね、早めにね起こさなきゃいけなくて。よし。オッケー。よし、完成。完成ですか？完成。で、次はハッシュポテトの出番。大丈夫か？はい。5分ずつぐらい。上がりました。とりあえず3枚ね。よし。よいしょ。ついてる。あれ、餌残ってる。餌？かぐみさん的には何時にご飯食べてほしいとかってあるんですか？りゅうくんは早い方がいいけど、小学生は、7時20分がタイムリミットかな。それで、めいちゃんもどうにかギリギリだもんね。ご飯食べんのもゆっくりなんだよ。5時。5時に起きてちょっとしばらくぼーっとしてたけどね。起きないともう体動かないし。起こして間が省けた。おはよう。起こして間が省けた。翼起きてる？翼寝てる。あ、寝てるんだ、珍しい。よいしょ。いや、この階段も大変です。そう、膝が痛い。よいしょ。まず翼くんから。よいしょ。すいません、おはようございます。翼、おはよう、起きた。おはよう。気が悪い。おはよう。眠たい。ダメでした。ダメだ、眠たいのね。続いては一番、うわ、パジャマが脱ぎ捨ててある。よいしょっと。
めいちゃんおはよう。よいしょ。めいおはよう。汚いな部屋が。よいしょ。めいおはよう。めい。時間。めい。行くともしんがに。あ、動いた動いた。めいおはよう。ほら早く。今日ハッシュドポテトだよ。ハッシュドポテトだよって。よいしょ。おーい。はいはいはい、起きますよ。起きます。はい、おはようございます。笑っとるじゃん。笑っとる、笑っとる。カエト君の離乳食の冷凍、はい、揃わないから今は颯君がミルクと離乳食を1日3回食べてます。離乳食の準備ってどういう感じなんですか？ご飯はあの炊飯器でおかゆを作ってるから、はいはい、それを冷凍ストックして、はいはいはい、もう皮がないんだ。それは何ですか？これは颯君の離乳食です。あ、私は離乳食を作らないので、はい、こんなんばっかりを使ってます、この一瓶全部一気に食べるわけじゃないから、はい、それ残った分を冷凍してまた使う、はい、へえ、やば。あ、じゃあ今解凍したやつはあ、昨日の残り、うん、へえ、そうそうそう、前回残ったやつはね、はい、グルトンこうやって分けようとして、できてこないもん、ね、あ、そうなんだ、うん、ママ、チーズ起きてる。あんた、ハヤテもおしっこが漏れとる。あら、ハヤテだ、こっち側だった。ハヤテだけでいいんだよ。あ、め、急げ。あ、水筒持ってリュック背負って。これ出して出して。